エレナ桃色鉄道旅へご乗車くださいましてありがとうございます。今回は2024年3月の北陸旅、続きの動画となります。一応一本の動画でもお楽しみいただけるように構成は考えてますが、過去3本の動画と合わせて見ていただくと一緒に旅をしている気分になれるかもしれません。富山からは新幹線に乗るのね。この日も能登地震復興応援価格となっていた980円の1日フリー切符を買ってるんだけど、愛の風富山鉄道の普通電車は混んでると予想して、ここは新幹線に課金しました。本日も北陸新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は久留里の金沢行きです。列車の到着時刻や運行情報は JR 小手岳で、または JR 西日本がウェスターからご確認いただけます。次は新高岡に行きます。車内は電気トイレを含めまして全て禁煙です。北陸新幹線に乗るのはこれが2回目。この前は東京遠征の帰りに横川の鉄道文化村を見てバスで軽井沢に移動、その後軽井沢から新幹線で糸魚川に寄り道しながら金沢まで帰りました。降りるよ。もう降りるの？そんなわけで一駅先の新高岡に到着。新幹線の立派な駅舎で手横断歩道を渡ると、そこには JR 城端線の新高岡駅があります。この駅は北陸新幹線の開業と同時に新幹線と交差する場所に設置された新しい駅です。富山に次ぐ人口第二の都市高岡に新幹線が通らなかった代わりに、この一面一線の小さな乗り換え駅が新幹線と高岡市を結んでいます。Thank you.
高岡からはこの城花線、そして海側へ伸びる氷見線が出ています。この二つの支線には週末、観光列車ベルモンタが走っています。ベルモンテ。ベルモンターニューエメール、略してベルモンタ。基本的に土曜日は城花線の運用、日曜日は氷見線の運用になっています。私は前に城花線で乗ったことがあるのですが、列車に職人さんが乗り込んで握りたてのお寿司をいただけたり、地元の観光ガイドの方が民謡を歌ってくださったり、何よりも沿線の方々が列車の時間に合わせて外に出てきて手を振ってくれたり、駅でお見送りをしてくれたりして、そのもてなしの温かさに感動しました。今回も乗ってみたいと思ったのですが、残念ながら座席が取れなくて諦めました。お寿司食べたかったな。そんなわけで、今回は氷見線の乗車を楽しみます。魔法の紅茶を飲んで、終点、氷見まで、タイムアップ。エレナちゃん、すごい。一気に終点までカットする旅動画なんて、新しいスタイルね。行きは車内が混雑してて立ってたので、バッサリカット。帰りの車窓をたっぷりお見せしますね。氷見は能登半島の東側、富山湾に面した場所にあり、魚のブリが有名です。そして藤子不二雄 A 先生の故郷でもあり、以前は氷見線を走るディーゼルカーにも、ブリと忍者ハットリくんのイラストが描かれていました。乗ってきた列車で折り返し、滞在時間、約5分。また乗り鉄の意味不明な行動パターンで。次は、遠州国分です。2両目の車両のドアは開きません。
天原市ではあんなに晴れてたのに、高岡に戻ってきたらお天気が怪しい。雪を通り越してあられのようなものが降ってました。雪女は誰？乗り換え待ちの間に駅のお店で買ったパンを食べて、ここからは IR 石川鉄道の電車で金沢に行きます。今回はここまでとなります。次回は北陸鉄道石川線に初乗車、終点鶴木駅で自転車をレンタルして白山神社、そして廃線跡巡りもします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。